今日も作って食べる。はい。今日はね、キムタチでも大人気の担々麺からいきますかね。せーの、練りごまですね。まあ各店もね、それぞれちょっと秘密を明かすと、実はセカンドの担々麺と本店の担々麺はワン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 、おやちゃん、久しぶりになりましたけどね、撮るのが久しぶりだけで編集は飛ばさないので、どういう風にアップするかわかりませんが、今日も作って食べる。はい。今日はね、キムタチでも大人気の担々麺からいきますかね。はい、じゃあ担々麺いきます。いますね、例のごとく、丼にお湯張ります。温めですね。チンゲン菜入れます。今日はね、担々麺細麺で僕食べます。麺入ります。はい、醤油開始入れます。キムタチ特製の、練りごまですね。まあ各店舗ね、それぞれ配分がありますんでね、うちはこの配分、あそこはああいう配分とか、いろいろ配分があると思うんです、練る時にね。ネギです。酢ですね。で、ラー油で、ここにザーサイ、干し、で、例のごとく黄飯酢、岡崎のね、ブランド地鶏ですね。岡崎ご飯を使ってます。はい、できた。ネギとキムタチ特製人参を持って最後にごまですね。はい、出来上がりです。はい、ではね、作って食べる担々麺、いただきます。まあね、担々麺はね、僕自分もね、大好物なんですけどね。いただきます。うん、うまいな。マジか。うん。なんか。なるほど。実はこの間、喋りかけて止まってますけど実はこの間、担々麺といえば名古屋のね、ケイカさんっていうところがまあ有名で美味しくてね、そこにあのちょっと名古屋に行く機会があったんで食べに行ったんですよ。で、その時にふと食べてみて、あっと思ったことがあって、今日それを実践しました。やっぱうまいっすね。
なるほど。うん。キムチはね、ここでお好みで自分で山椒をかけてもらうスタイルです。やっぱり山椒嫌いな方もいるんで、まあ、好みでご自分でかけてもらうというスタイルでやっております。うんうん、まるでやっぱりね、シビカラになって全く別の顔色になります。うまいですね。うん、うまい。キャモン。ギブタチの担々麺はね、本店はもちろんのこと、キムサチテカンドの方でもね、食べれますんでね。はい、うん、ただちょっと秘密を明かすと、実はセカンドの担々麺と本店の担々麺は違うんです。違うんです、実は。うん、これね、何が違うっていうと、セカンドさんのはミンチが味噌ミンチなんです。担々麺でいうとそれは通常なんですけど、本店の方はやれ台湾飯だ、やれ台湾飯だ、なんだ、あと東海八丁だってね、ミンチをいろいろ使うんで、味噌を入れずのノーマルなミンチで仕上げてるんですよ。うん、なんで本来の僕が目指す担々麺の味っていうのは、実はセカンドの方のが正解の味なんです。うん、なるほどね。うん、担々麺専用ポップじゃん。そうそうそう、まあね、そこの考慮しながらね、本店にもセカンドにもぜひね、足を運んでいただいて食べ比べてみてもらうのもいいと思います。うん、うまい。それではいらっしゃいませ、いらっしゃい、温度だよ。青だろ。今日もキムサチャンネル見てくれてありがとうございます。ぜひね、高評価チャンネル登録よろしくお願いします。ではバイビー。